皆さんこんにちは、こんばんは。オットマットです。いかがお過ごしですか？私は元気です。イエーイってね、何映してんだこれはっていう感じなんですけどね。今ね、私はね、有機レーズンと、見えるかな、有機レーズンとね、ドライクランベリーっていうね、これをですね、ちょっとオートミールクッキーに入れるべく、多少ね、細かくしてるんですよね、こうやってね。皆さんにね、一回ね、私が作って食べてるのを紹介したオートミールクッキーです。簡単なので、もうほとんど毎日作ってるっていうかね、そんな感じなんですよね。こうやってちょっとね、砕いて入れましょうということでね、やっております。はい、私ね、オートミール使ってます。オールドタイプ、見えるかなちょっとね、粒がね、大きめなんですよね。これをね、70g 使っていきます。だいたいね、70g に、バナナ1本混ぜるっていう感じなんでね。そしてね、さっき、ミルしたアーモンドと、そしてカシューナッツのミルした粉ですね、それを入れていきたいですね。ちょっとね、これね、やっぱり油があるからミルの中に、結構、ね、くっつくんですよね。ちゃんとこうやってね、私はこれを入れて、あ、大きなのがあったぞ。こういう大きいミルできてないものは今食べます。こっちそれからさっきのね、クランベリーとか干しぶどう砕いたのちょっと入れましょう。ちょっとね、多めにね、刻んだので、あれはね、またタッパーウェアに入れて、またね、次回の、作成の時に使います。こんな感じでね、ここにですね、ちょっとバナナを潰して1本入れます。それで混ぜます。で、これを混ぜたり、こねたりしてる間に、オーブンを予熱しておきましょう。オーブンね、オーブンは私は180度で予熱をしておきます。レンジでチンした、1分チンしてね、バナナ背で潰すとすごい柔らかくて楽なんですけどね。私今手で適当なことやっちゃったんで、今ちょっとフォークで潰しながら、これをね、混ぜていきます。これをきれいに混ぜてね、丸めて焼いたらいいだけです。で、クッキングシートを天板に広げて、ここに丸めてポン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 置いておきます。でね、手で丸めるので、私の場合はね、こういったね、ココナッツオイルですね、これを使っています。エクストラバージンのオーガニックのココナッツオイルをちょっと手につけてね、こんな風にね、適当ですよ、適当クッキングいつもよりかね、私いつもね、だいたいね、9個、8個から9個になるんですけど、今日はね、7個になっちゃった。ちょっと大きいかも。はい、そして180度で、私はね、20分ぐらいちょっとこんがり焼いてるんです。本当はね、この高温調理っていうのはね、本当は良くないんですけれども、まあそうは言ってもね、小麦粉使ってないし、砂糖使ってないし、ということで AGE はまあ多少少なく抑えられるんじゃないかということで、こういうことにしています。
はい、クッキー焼けてる間にアンチエイジングの話をねしたいと思います。まあね、私健康の話時々するんですけど、私もねいろんなところから情報を仕入れて自分が実現できそうなものをピックアップして、実践をしてるんですけれども、まあ何を食べたらいいっていう、これ食べたらいいよっていうものもいっぱいこう情報がありますよね、けれどもこれを食べちゃいけないっていう、せめてこれだけは食べるなっていう、そういう情報の入り方もあるんですよね。でその中でも健康に良くないもの、ね、NG ですよっていうのを、まあ、なるべく食べないようにするっていう、そういうようなね、ところから始まりました。だからアンチエイジングに関してはね、海外のね日本人の YouTuber の人もね、随分前に砂糖をやめたら全然違ってきますよって言ってたのを今思い出しますけど、その時はね全然やめられないなんて思って、全然ね実行しなかったんですけど、まあいろんなね本とか、本要約チャンネルってね、私の好きな YouTube ビデオあるんですけど、それを見てるとね、健康に対する、健康に関する本がたくさん要約されていて、それでねすごくバーッとねザッピングというか勉強してるんですけど、ですから NG のものってね、必ず出てくるのがね、精製された白い炭水化物、そしてまあ上白糖とかですね、そういったもので、まあ、質の悪い油っていうね、オメガ6系の油っていうね、ショートニング系の油ですね、そういったものは絶対ダメっていうのがね、共通して出てくるんですね。だから共通して出てくるものだけは本物だろうから、そこはなるべく取らないようにしようっていうことでね、私はね砂糖をねまずなるべくやめようと思ってるんですね。でそれをやめてます。これ動画で何回も言ったことあるんですけど、でね、カフェはカフェ巡りとかカフェは好きなので、どうしてもカフェに行った時に、甘いもん食べたいですよね、美味しいコーヒーにちょっとスイーツとか食べたいので、まあ、その時はもう解禁 NG じゃないっていう形で食べてます。でもまあ夫婦で一つをシェアしたり、あるいはちっちゃいのだと夫婦で一個ずつ食べたりとか、まあ、たまのカフェだからいいかっていう感じでね、まあ、食べてますけども、家の中では一切砂糖はまあ置いてないですし、まあアガベシロップとかね、蜂蜜とかはあるんですね。人工甘味料とか上白糖とかいうのはぐわっと血糖値が上がっていくのでね、インスリンなんかもね、分泌されるのが大変だったりするんですよね。でインスリンが分泌されるのが多くなっちゃうと、なぜかこう成長ホルモンの分泌が下がっちゃうってことでね、私たちの新陳代謝を促してくれて、若返りのホルモンと言われる成長ホルモンの分泌が逆に下がってしまうというデータがありますので、まあ、どれだけ糖がですね、いろんな意味であんまり良くないかっていうのがね、いろいろ話がされてますので、まあ、なので、砂糖は取らない方がいいんじゃないかっていうことでね、砂糖を断ってるんですね。でね、まあ、今回のね、クッキーは小麦粉を使ってないんですけれどね、オートミールを使ってます。なぜ小麦粉を使わないかっていうと、この小麦粉の中にはグルテンっていうものが含まれて、粘り気になるあの、ね、素材なんですけど、グルテンっていうのはね、なぜか体の中でねちょっと炎症を起こすっていうね、グルテンのアレルギーの人もいるんですけど、私は別にアレルギーではないんですが、まあ自覚症状がある人と自覚症状がないレベルの人、どちらもですね、そのグルテンっていうのがですね、体の中で炎症を起こすっていうふうにね言われてるんですね。実は長寿はですね、体の中の炎症レベルが低い人が長生きをするっていうことがね、研究結果で言われてますので、まあ、体の中で何らかの炎症を起こさない方がいいということでね、まあ、グルテンはねその原因になるっていうふうに言われてますので、私もね、実はですね、毎日食パンを食べてる時があったんですね、お昼にね。でもねちょっとね、ある時から胃もたれをするようになって、ちょっとずっと夕方になってもお腹が重いっていう現象がありまして、なのでねちょっと食パンをやめたんですよね。でその後、まあそういう現象っていうのは何だろうと思っていろいろ調べたら、どうやらですね、そういったグルテンが原因なのかなっていうふうに、はっきりはしませんけどね、そういうふうに考えたんです。
ですね。だからそういうものを除去していくと、あ、どうなんだろう、自分の体の調子はどうだろうっていうふうにちょっと試してみて、食パンをやめたらやっぱり胃もたれがなくなったっていうことでね。まあ食パンの中にはですね、やっぱりね、油、バターが使われてます。バターならいいんですけれども、バターっていうふうに歌ってない食パンはですね、やっぱトランス脂肪酸ってショートニングっていうふうにね、お菓子なんかでは書かれてるものなんですけど、悪い油がね、悪い油が使われてるんですね。ですからグルテンと悪い油が組み合わさってるんですよね。ですから食パンっていうのはね、案外私の胃には良くなかったのかな。毎日ちょっと食べてる一時期、2ヶ月ぐらい食べてる時があったので、まあ、太りましたし、それからやっぱり胃もたれがすごかったし、だから私ね、小麦粉も抜いた方がいいんじゃないかなって、個人的にね、私の体質としては抜いた方がいいんじゃないかなっていうことで抜きました。で、小麦粉を食べないとね、結構痩せますね、結果的にはね。ということでね、今回のクッキーは砂糖使ってないよ、小麦粉使ってないよっていうことでね、オートミールはグルテンフリーなんですね。ですから体の中で炎症を起こす要因が入ってないっていうことでね。で、甘みはじゃあ取ってないのかっていうと、実は取ってます。アガベシロップもね、ちょっと低GI ということなんですけれども、まあすごくね、甘みが強いんですね。ですから血糖値が上がりにくいと言われていますけれども、まあ、甘みがすごく強いので、ちょっとこれも要注意ではあるんですけど、まあ、アガベシロップも使ってます。あとはね、蜂蜜は割と血糖値上がりやすいんですけれども、他のね、ビタミンとかミネラルとか他の栄養がすごくあるので、まあ、蜂蜜はね、いいとこ悪いとこ両方あっても、まあ、いいとこもあるから、ちょっとした甘みをつけるには蜂蜜いいだろうってことで使ってます。はい、はい、ピーピーピーっていうことでね、はい、クッキーが焼けました。はい、どんな感じですか。はい、こんな感じですよ、皆さんね。はい、これね、こんがり焼けてますけど、あちちちち、結構ね、ソフトな感じに仕上がるんですね。もちっとしてるというかね。なので本当に甘さも自然ですし、砂糖入ってないですし、もうお子さんのね、おやつなんかにはね、もう本当にヘルシーでぴったりだと思います。はい、それではですね、クッキーも焼けましたし、はい、なんかね、もう健康オタクですから、健康の話したったらね、もう本当にね、キリがないぐらいお話があるんですね。もう娘にはうんざりされてますけど本当にね、体がね、一番ですからね、健康が一番ですから、まあ、こんなに気をつけていても、実はまあね、遺伝の運命が決まってるかもしれないし、それは分かりませんけれども、それをなるべくね、長く長く、健康寿命長生きね、できるようにね、努力するのに越したことないわけですからね。ですから分かる範囲で、無理のない範囲で、自分がストレスにならない範囲で、健康生活をね、していきたいなと思ってます。皆さんからの健康情報とかもお待ちしています。皆さんでシェアして、皆さんで一緒に賢くなっていきましょう。はい、ということで、私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のために、ファッション情報やライフスタイル、アンチエイジング、健康について情報を発信しています。もし気に入っていただけましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではまたね、バイバーイ。